おはようございます、今甲府2日目の朝を迎えました、今日はどこかにね観光に出かけようと思います。今時刻は7時半くらい。昨日の晩ご飯というかね、まあ、飲みに行った後に家に帰ってきてね、いろんなお菓子を食べたりね、なんかラーメンとか食ったりしたらもう朝ごはんを食べる気力はないんで、適当にね煮詰めだけして旅立とうと思います。朝だね。商店街は、とても綺麗ですねとても綺麗な街だと思います。あとここに来て思ったのはね、あんまりねパチンコ屋がないな。静岡市は、静岡はパチンコ屋多いってなんか言われたことあるんだけど、なんか甲府はね、まあこの区画の問題なのかな、なんかねパチ屋らしいパチ屋があんまりありません。でね、甲府に来て分かったのは、結構ね甲府市はね鳩の糞被害に遭ってるね。ちょっと見てください、これ、この床、床というか地面を、もうね大量のね糞の跡あります。で多分今日動画音つけてちゃんと撮ろうと思ってるんだけど、街中歩いてて分かるけど、あのね、あの鳩を追っ払うような、なんかね音を出すシステムが結構ね、あの街の至るところで使われてて、なんかピピ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 ピみたいなやつ。多分相当なんだよね、鳩対策になんか力を入れているというのがね、こう伺える街です。結構ね道は広いし、建物も多いし、なんかご飯食べるとこも結構たくさんあるんだけど、肝心の人がいない。よくやってみてんな店って思うぐらいだな。こんだけしかしていなかったら今日大変じゃないかな。旅の始まりはいつも駅前から。今日は甲府駅の今ね、ど真ん前に来てます。で後ろに見えるのは、多分ね昔デパートだったんだけど潰れてしまった建物だと思われます。なんかどこぞの町と似てるね。浜松市もこう駅前に大きなものがあったんだけど倒れてるみたいなのがあったんだよ。で今日は、なんか美味しいものを食べて、かつ、ここ甲府はね武田信玄ゆかりの地なんで武田神社に、行こうかなというふうに思ってます。まあ、他はね、まあ、行く途中に歩いていこうと思ってるんだけど、まあ、大学があったりなんかいろんなものが多分ね見るものがきっとあるはずなんでね、まあ、そのあたりを見ていけたらなというふうに思います。ちなみにこの反対側か、こっちか、よいしょ。後ろに見えているこの南角形なんだろうな、変わった形の建物は、バスの案内とあとは観光案内みたいなのをやってるんだけど、ここもね、まあ、コロナのせいだろうと思われるけど人があんまりいません。甲府駅から、武田神社までは、甲府駅をまっすぐに真北に進むとあるみたいです。結構ねよくできてるというか、それ考えてこの道作ってどれだ、この通りかな、多分これじゃないね。よくできてなかなか面白いなって思うんで、ちょっとまっすぐ行こうかなと思います。でそれを武田通りというふうに呼ぶそうです。なんでまあ、まっすぐ真北にこれから、まあ、2キロかな、2キロから 2.5 キロぐらいだと思うけど歩いていこうと思います。まあね、足は自信があるんでね、それぐらいは歩いちゃおうかなと。まあ、昨日あんだけ食べたし。今、山梨大学の、隣ぐらいを歩いてます。山梨大学ってちょっとよくわかんないけど、国立大学っぽい名前だけど確か国立大学じゃない大学だった気がする。山梨県のなんか唯一の公立大学は確かね、鶴文化大学っていう教員とかね、なんかそういう系の大学だったんで気がするんだけど。工学部南も結構でかい大学っぽいけどね。この右側と道路挟んで反対側も、山梨大学らしいです。大きいよね、規模的にはね。まあ多分バスで通うんだろうな、これ。ワイン販売中、さすがだねワインも売ってるらしいわ。武田神社、
来ました。あちょっとね、軽くね汗がじんわり出るぐらいだね。歩いてだいたい20分ぐらい、ちょっとこのカメラでこの高低感って分かんないかもしれないけど、あの今これがこれぐらいか、これぐらいが水平なんだけど、穏やかな上り坂で山に向かって歩いてるから割とね、まあいい運動にはなるね。でここまで登ってきて気づいたのは、まあ、いくつかこういうなんていうんだろう、お土産屋さんみたいなのがあるんだけど、ここまで登ってくる間にお土産屋さんはねほとんどありませんでした。まあなんていうんだろうな、まあ商売気がないというか、これでもみんなバスで来ちゃうからか分かんないけど、来るまでのね、このなんていうの、参道とは言わないけど、そこに来るまでに何かあるってことではなかったね。でちなみにこれは多分ね、武田市、あるか信玄ミュージアムか、コロナウイルスでこれは やってないので入れません。残念ですが、早速中行きますか。なんかめっちゃ怖い人たちおるな今鼻に虫が入りそうでした多分お堀になってて、このお堀を渡って狛犬がいて鳥居があって、でその鳥居の先にはコスプレイヤーがいるけど、ありがとうございます。よろしくお願いします。こんにちは。なるほどね、コロナのおかげでいろいろと規制がやっぱりかかってるね。武田神社っていうのは来たんだろうね。ねえ、中高生が好きそうなサッカーでね。風鈴カバン、サムライソウルパンツあるわ。なるほど。これから甲府のね、甲府城、鶴舞城跡というところに今、裏側から向かってます。多分本来来るべき、方角とはねどうも違うみたいなんだけど、今そちら側から、登ってってます。どうやらこの甲府城っていうのは、まあ、今そこに書いてある看板に書いてあるのを見ると、江戸時代には徳川家のこう直轄地としてね、ほとんどのその時代というか、ほとんどの、時代ほとんどのほとんどの年数を経ている、なんかおかしな日本語だね、まあ、ほぼね徳川家の直轄地だったらしいです。なんでまあここはちょうど静岡と、まあ、お江戸をつなぐ拠点にもなりうるということで、まあ、多分それなりに大事な場所だったんだろうな昔からね。ちょっと遡っただけで息切れてきましたが今お城の方に残ってます。ちなみにこっちが北側なんだけど、こっちは今電車とかが走ってて、まあ、電車を通すにあたってなんかこの城はだいぶ削られたらしいね。だから本来の甲府城の形とは今は全然違うようです。これが本丸跡かな多分ね。
山梨に来るといつも不思議に思うのが、こう四方八方、まあ、ちょっとあんまり、ね、山梨県には来てここに来て分かったけど、高い展望台みたいなのがないからちょっとこう表現しづらいんだけど、四方八方がね全部が山なんだよね。こうやっぱ海に面している県、私はずっとね静岡県と、まあ、しばらくの間愛知県に住んでたけど、こう海に面している県に住んでるとね、だからどっちかは海なんじゃねえかっていうね、そういう感覚があるんだけど、ここはね本当に全部山に囲まれてんだよね。盆地って言っていいのかな、盆地ではないのかな、なんか不思議な感覚になる。あと山にちゃんとこう雪が積もってるのを見ると、ああなんていうの、山、日本のこう背骨の部分に近づいてるんだなっていうのを感じるわ。今ねこう街並みを歩いていて、昼ご飯何食べようかなって考えたら、開店前のねお店なのにもうね列が軽くできているところがあったんで、まあ、北海道じゃねえや甲府らしさは多分あんまりないんだけど、そこ行ってご飯を、食べようというふうに思います。多分もうちょっとで開くと思うんで、ちょっと様子を見に行っています。あもう、列がなくなってるんで、多分もうお店が始まったんだと思います。今日今から行こうとしてるのはここ、はい、チキンカレー一等菜っていうところに行って、これからご飯食べると思います。まあちょっと一応撮影の許可取れたら、中も取れたらというふうに思います。ほなね、撮影することはできたんだけど、この今ね満席で、あの相席だったんで食べてるとこは撮ってません。今回頼んだのはオムカレーだったかな、大盛り、カレーの上にね、じゃあオムライスの上にカレーがかかってるみたいな感じかな、チキンカレーでした。ね、中をねこうやって見ていくと、結構ねシャバシャバ系のカレーだったんだけど、すごい美味しかった。辛みは結構あったんだけど、一味唐辛子だけじゃなくて他のね多分いろんなスパイスが混ぜ合わさって辛さを表現できているような感じ。もちろん全部完食しました。あとねこのソースかけて食べても美味しかったな。このソースは結構酸味が効いててカレーによく合いました。今カレー食べ終わりました。あの相席だったんでね、ちょっと食べてるところは取れなかったんだけど、甲府に来て初めて人がたくさんいるっていう状況を、体験しました。なんか今まではこう人があんまりいないとか、いてもまあまばらとかねまあ昨日行った居酒屋は割と人もたくさんいて、まあ、普通だったんだけど、今日今行った、カレー屋に関しては、人がこう次々と流れ込んできていて、でいっぱいですって言ってもなんていうの、待ちますっていうことで、みんなね待って、そこのカレーを食べてました。おそらくだけどあそこかなり人気だね。この今閑散とした、まあ、コロナのせいでしょうきっと、コロナのせいだと思いますが、閑散としたこの甲府市の中であそこのカレー屋だけは人口密度が極めて高かったです。ちなみにカレーも素晴らしかったです。まあ、カレーの端に関しては多分、そのカレー映してる時に喋ってると思うんで、まあ割愛するけど、なんか人気店だったな。なんか若い人から年配の人まですごくいっぱいいたわ。ちょっと予定よりはね早いんだけど、もう12時半くらいの、藤川号でね、また静岡県に戻ろうと思います。まあ、静岡に戻ってから実は静岡駅でね途中下車しようかななんて思ってますなんかね思った以上にねこう駅周辺でやれることがなさそうだった。多分ここは車で観光に来るところなんだろうなっていう感じがしました。ということなんで今から、帰ります。どこに乗ろうかな。自由席